やるならやるで。こんなクソゲーさっさとクリアしてやる。おい、先に行くんかい。あ、颯、一人で行っちゃダメだよ。待て、俺が一番に行くつもりだったんだぞ。あ、みんな行っちゃう。私ならできる。私なら大丈夫。参ります。ちょっと待って。ゆう先生より先に行っちゃダメだって。あんなに言い聞かせてたのに。大変だ。早くみんな追いかけないと。先生、急いで。キラキララビリンス。行きましょう。うわ、すごいな、これ。鏡？いや、でも俺の姿は映っていないな。まあいいか。先に行っちゃったみんなを探しながら、俺もクリアを目指そう。さあ、頑張ってください、先生。鏡の中に自分がたくさん。本当の自分はどれでしょう？本当の自分？そもそも鏡に俺の姿が映らないんだけど。行ってみよう。なんかどっちかというと迷路っていうよりかは謎解きっぽいから。なるほど。ね、のんびりやっていきましょう。オッケー。スタンプを2つ集めて第1ゲートをくぐろう。スタンプか。一体どこにあるんだ？うわぁ、やば。っていうかなんか、宝箱は行きましょう。あ、行こう。なんかさ、画面がチリチリしてる感じする？もしかして。しない？もうなんか移動してる時にさ、なんか上の方の画面ちょっとチリチリになっちゃう気がする。あら。気のせい。大丈夫かな？あんま気にならないんだったら。わかんない。画質がもともとそんなに超いい画質じゃないから。あった。よいしょ。チケットめっちゃもらえる。そう、ここでチケットめっちゃあらかせ入れてるんで。なるほどね。お、なんだい？あ、スタンプだ。1個目のスタンプラリー。よし。八木さんスタンプはこちら。なるほど。これがスタンプか。もう一つスタンプを集めなきゃいけないんだよな。先に進む扉の前に、まずはそっちを探さなきゃ。オッケー。スタンプ。扉も探さないといけませんから。チケットー。やばい、めっちゃ、迷ってるかもしれない。あ、なんか見えましたね。見えた？今、なんか。あ、なんかあるわ。下に。ありますね。これは、ちょっと待って、もうどこ行ったかわかんなくなっちゃったよ、私。確かこれなんか上と下が繋がってて、ループ構造みたいになってたような気がするから。本当だ！そう。もうなんか気にせず突き進んじゃってもいい気がする。あるね。でもこっちも行けちゃう。これ扉じゃね？これ扉ですよ。これ行っていいの？扉来ちゃった。ダメか。いや、多分通れない。通れないのか。うん。スタンプ2つ集めてからって言われそう。オッケー。うん。一体どこにあるんだ？探しに行かないと。うん。上にあるねん。そこだ。どうやって行くんだ？頑張って。はあ。こっちまで行ってないか。あれ、行けないな。上の今左のとこ。上ので、右。こっち。行ってないね、まだここ。来た。よし。チケットいっぱい。いいね。狼スタンプはこちら。なるほど、これがスタンプか。ポペン。これで2つのスタンプが集まったぞ。あとは先に進む扉を探すだけか。誰だ！今のシンタの声。シンタ、大丈夫？あれ、シンタ？何かあったのか？近くにいるはずだ。探そう。マジ？どうした？急げ先生。急がなきゃいけない。でも上行ってない。上はこれ同じか。行ってみよう。上同じか？違うか？同じかな？右行ったらもしかしたらループしてるから扉あるかもしれない。そうかも。この黄色いとこ行けてないですよね。およわからない。どうしたらええんだ。迷いすぎてる。迷っちゃった、逆に。マジでラビリンスだ。いた。あ、違う。うるさい。俺はヒーローだ。そんなのは、俺じゃない。シンタ、どうしたんだ？そんなの全部一人でできる。俺は強いから。リンダ？自分が映ったんだな。この鏡に何か見えたのか。もちろんシンタ自身は映ってたけど、っていうか俺の姿は映らないのにシンタの姿は映るってどういうことだ。進むにしてもシンタを追いかけるにしてもこの先に行くしかないな。そうだね。黄色い扉いけてないけどいいのかな。まあいけそうだし行っちゃいます。黒行っちゃうか。一応セーブだけしとこう。なんか本来の弱い自分の部分と戦ってたりすんのかな。なるほど。あ、勝手に鍵が外れたみたいだ。どういう仕組みなんだこれ。でもこれで先に進めそうだな。残りの二人ちゃんは三人もどうしたんでしょうね。問題を探し出し、第2ゲートで回答せよ。先に進むためにはまず問題文を探してから、その答えを扉の前で言えってことかな。とりあえず適当に進んでみましょう。赤。赤は赤につながると。なるほど。これでどんどん問題文を探していきましょう。これ黄色ってあそこの黄色につながるんじゃない？こう。ああ、来た。そういうことだ。よかった。10枚。すごい。大金持ち。黄色、緑と、これ紫？紫ですね。緑はここに来るんだな。オッケー。黒はさっきのとこだから。で、ここ最初に戻ってきたんだ。なるほど。ってことは、一回青にじゃあ。青は？お。あ、これ問題だ。問題！ででん。このエリアの色付きの扉の色は全部で何色あるでしょう？エリア入り口の黒い扉はカウントしません。こんなの問題っていうより、ただの時間稼ぎじゃないか。しょうがない。数えて回るしかないか。色付き扉っていうのはこのエリアにあるカラフルな扉のことだよな。ちげえわ。今のはハヤテの声だ。いるのかハヤテ。返事がない。ただの屍のようだ。死んじゃった。シンタと同じように鏡に何かを見ているのかもしれない。探さなくちゃ。ハヤテくんが死ぬ前に。水色。オレンジ、ピンクっていうか紫。オレンジ通ると、おっと、いたけど、ちょっと先に。宝箱だ。チケット優先にした。すまんな。やめろ。違う。待てって。別に、好きでやってるわけじゃ。ハヤテ、大丈夫？くそ。勝手なこと言うな。そんなのが本当の俺なわけ。やめろ！黙れよ！ハヤテ。みんな行っちゃう。やっぱり、俺には何も見えない。ゆう先生大丈夫？死んでる？あのハヤテがあんなに取り乱すなんて、ただごとじゃないぞ。だって映んないんだもんね。確かに。そうまでして目を背けたい何かが最後に出てきそうだな。なんか自分の姿。いや、わかんない。吸血鬼かもしんない。顔に映んないという意識。もうなんか選べないよっていうやつが映ったら人間だけど、最後まで映んなかったら吸血鬼ってことで。空の扉来ちゃった。あら、これ何色か答えさせられるんじゃない？もしかして。そうだね。オレンジ、紫、水色、青、あと緑とかもあったかな。緑、赤、黄色。やばい、わかんなくなっちゃった。赤、緑、水色、青、オレンジ、紫、6？ 黄色。黄色、7。7か。多分。いうことはあれここだよね。合ってると思いますよ。うん。よし。問題！問題！ででん。このエリアの色付き扉の色は全部で何色？ 7！ っているから。開いた！お！勝手に鍵が外れたみたいだ。どういう仕組みなんだこれ。でもこれで先に進めそうだな。オッケー。よーし。はい。正しい道を見極めて第3ゲートにたどり着こう。ヒントは、外から内へ。正しい道を見極める。どういうことだ？外から内へってがヒントっていうのもよくわからないけど。外から内へ？なんか、虹がかかってるから、ここ行くか。虹が気になるな。虹が気になるな。外から内ってなんだろうな。なんだろうな。あれあ、ここ元の場所じゃないか。おかしいな。確か前のエリアでは赤い扉は赤い扉と青い扉は青い扉とつながっていたのに、ここでは法則が違うのか。この謎が解けるか。外から内へ？よく見るんだ。一個気になるやつがあるはず。気になるやつ？何が一番気になります？今この空間。赤い扉が2個ある。の。ここ急に出現したものがある。出現したもの？その場所ではなかった。今あなたの右側にあるよ。うん、緑の扉の上にあるよ。虹？そうだ。生徒、ここのヒントは何だった？外から内へ。どういうことだ、つまり。はい。よっしゃー。でも、最初はこの赤い扉の上にも虹があったよね。なんか、扉の色と虹の色が似てるような気がするな。あー、そういうことか。そういうことか。そういうことか。なるほどな。つまりは。外側から順番の色で入っていきましょう。オレンジ、黄色。うん。おう。あ、やめて、来ないで。今のライオンだよな。ライオン、どこだ？返事がない。ただの屍のようだ。まさか何かに追いかけられてるのか。急いで見つけなくちゃ。死ぬ前に。黄色まで来たから緑。うん。で、水色。うん。合ってます。青だね。うん。うん、で、紫か。はい。来た。お！私はそんなんじゃないんです。本当の私はそんな、皆さんが思っているような。ライオン、怪我はない？やべ、これ以上はもう、期待しないでください。やっぱそうだよね。ライオン。期待されすぎてプレッシャーでもう押しつぶされちゃうタイプの子だよ。俺に気づいてさえいなかったな。ライオンには何が見えてたんだ。あ、わかりました。先に行けって。あ、みんないる。いるわ。みんなすごい、なんか、虚無になってる。棒立ちしてる。うん。あ、みんな。あれでも、かなたくんいないやん。ほんとだ。一体どうしたんだ？そんな隅っこにしゃがみ込んで。何か見えたのか？鏡に。やっぱり鏡なのか。それが、ゆう先生には何も見えないみたいなんだよ。嘘つくなよ、ブラック！嘘なんかついてないよ。みんな鏡を見ようともしない。どれだけ怖いものが映ってたんだ。そういえばかなたはここに来るまでに見なかったけど、うん、さあ私は見かけてませんが。他人の心配までしてる場合じゃねえんだよ。ブラック、出口まで先頭を歩いてくれ。俺はブラックに捕まって歩く。私も。早くしてくれ、岡田。なんかちょっとしょぼんってしてるハヤテくんかわいい。かわいい。みんなが無事だったのは幸いだけど、これは30分でクリアどころの話じゃなくなっちゃったな。行き止まりだしね。うん。お、進んでるんだ。これはピヨスさんで。デミかな。あ、いや。違うんだ。ひなたくんかな。ああ。くしくしくし。誰？やあ、かなた。うん。ひなた？一方、その頃。ああ。気になる。この字面が出ちゃうと、こうなっちゃう。こっちもこっちで大変だ。よしよし。やっぱり何か手伝おうか。ヒカルくんも少し休むべきです。僕たちが交代しますよ。いいって。みんな疲れてるでしょ。休んでて。レミ先生はこんなことになっちゃったけど、私大丈夫だから。そう？でも。じゃあせめて、ルミ先生の哺乳瓶に使ったメダルくらいは出させてください。これではヒカルくんばかりが。だからいいってば。一つあればずっと使えるから。やばい、プレゼント用のやつヒカルちゃんにあげればよかった。僕ちなみに1周目ありました。うわ、そうだよね。ひーちゃんも休まないとダメだよ。マリアたち、自分のことは自分でできるから。大丈夫だって言ってるでしょ。私、本当にまだまだ元気だから。追い詰められちゃうよ。もし何か遠慮してるなら気にしないで何でも言っていいんだからね。あんた、何意地張ってんの？誰も意地なんか張ってないけど。朝からずーっと一人でルミ先生のお世話して、誰の言うことも聞かないくせに。誰かさんの前で、格好でもつけてるつもり。マリアちゃんの前でってことかな。あんたが好きにするなら、私も好きにさせてもらおっかな。私、お世話されなくても大丈夫だし。それに、別にお世話されなくても大丈夫なのは私だけじゃないみたいだし。行っちゃった。離れていかないで。あんなの気にしなくていいよ、マリア。ちゃんと私が守ってあげるから。レミ先生も大丈夫だからね。笑顔かわいい。こっちも気になるなぁ。どっちも気になるなぁ。一方、その頃さん、なくなっちゃった。なくなったね。ようやく出口だ。遅いぞ。もうとっくに30分経ってるよ。あ、かなた。よかった。中で見なかったから心配したよ。お前、もしかしてクリアしたのか？うん。ひなたが一緒だったから大丈夫だった。メダルがこんなに、やるじゃん。すごいですね、かなたさん。しかし、ルミ先生が大変な中、私はただメダルを消費しただけ。皆さんに推薦されておいて、この体たらく。残念至極、自分が情けないです。仕方ないよ。みんな頑張ったよ。ほら、そろそろ暗くなってきたし、休憩所に帰ろう。かなたくんやるやん。ねえ。あの後は見せてくれないんだ、でも。ねえ。あ、集金係。一枚おいでみ。確かに人数分だと思うけど。赤ちゃんのメダルは必要ないでみ。赤ちゃんって、ルミ先生のことか。あ、もう、あれ、メダル1枚あるんじゃなかったのか？ないのか？いや、ある。あるよな。確かに、今のルミ先生がアトラクションでメダルを稼ぐなんて無理だ。ああ、そういうことか。せめてもの救いなのか？もちろん、赤ちゃんもここから出るためにはメダルが必要でみ。でも、参加料はタダでみ。うん。はあ。赤ちゃん扱いされちゃいましたね。赤ちゃんって、運営側からも言われちまった。あれ、なんかやけに、なんか静かだな。びっくりした、寝てんのか。死んでない、死んでない。すやすや。みんな、もう寝ちゃったのか。それもそうか。探検隊とは言うものの、みんな不安だし、疲れてるんだ。テントの中に運んであげよう。よいしょよいしょ。ちゃんと先生してるなぁ。ね。これでよし。これ以上、子供たちに負担をかけるわけにはいかない。やっぱり明日から探検隊はお休みにして、俺がどうにか頑張らないと。だよな。思い詰めすぎるなよ。マリア、ルミ先生はどう？ひーちゃんと一緒にすやすやだよ。そうか。昼間、こっちはずっとヒカルが見ててくれたんだよね。うん。ひーちゃん、ルミ先生と、マリアと、とにかくみんなのお世話してたよ。そうだよな。よくよく考えてみれば、今朝、ルミ先生用のお湯からミルクが作れる哺乳瓶も、ヒカルは自分のメダルで買ったんだ。そういうのこそ、先生の俺がしっかりしなきゃいけないのにな。ゆう先生、他の子の様子も見てくるから。マリアも眠くなったら寝てていいからね。うん。なんか怪しいぞ。何かを、決心した顔。もうひーちゃんに頼らない。ってとこかな。ゆう先生。守、今日も一日お疲れ様。僕たち一つ謝らなければなりません。ちょっと守る。あれは秘密って言ったでしょ。そうは言ってもですね。いや。やっぱり秘密はダメだ。よくない。何？どういうこと？私たち、先生たちがいない間に、第二探検隊を結成したの。第二探検隊？ちょっとその辺を散歩しただけ。ちょっとです。ほんのちょっと。遠くまでは行ってないです。本当か？メダル消費してないだろうな。めちゃくちゃ汗かいてるよ。それって、みんなだけで園内を探検したってこと？なんでそんな危ないことを。颯くんだって頑張ってるんだし、私、お世話されなくても大丈夫だし。じっとしててもしょうがないでしょ。シャッターチャンスが呼んでいてつい。お菓子が売ってるお土産屋さんが気になったのら。あれはママとお話ができるっていう電話が見たくて。ってことはメダル使っただろ。ごめんなさい、ゆう先生。ごめんなさい。ゆずりは、ヒカルのこと心配したんだ。はあ？違うの？僕はてっきり、みんなの世話を焼きすぎなヒカルの手を開けるためなのかと思っちゃった。なんと、そういうことだったのですか？勝手に変なこと言わないでよ！そういうのじゃないんですけど、ダッサ！いい子。いやー、いいな、今の。そうだよ、ここに来てもう3日だぞ。みんな、自分でいろいろ考えて決めてる。当たり前じゃないか。そうだぞ。幼稚園児も決めてるんだぞ。そうだぞ。でも、からこそ、俺が全員の意見をまとめて、みんなでここから脱出するなんて、できるのか、本当に。不安になっちゃったね。メダル残数。うわぁ！やばいよやばいな、これ。あれ？ 1 枚の子が多い。これ、みんな、ここの子たち終わる？ね、逆にでも、1人だけ6枚だからね。多いね、いいね。うん。大丈夫か？次の日が心配だぞ、これ。もう、絶対絶命のとこまで来てるよ。うん。セーブ。これあれだ、ヒカルちゃんかなかなの、ま、あゆう先生、マリア知らない？うわ。なんか、朝はこんなのばっかりだな。ヒカル、おはよう。マリアがどうしたの？いないの？どこにも。え？ゆう先生も探して。マリアがいない？まさかルミ先生みたいにマリアにも何かあったのか。寝ぼけてる場合じゃないぞ。うわー、なるほど。気になるね。ねえ、気になるんだねえ。けど、うん、今日はこれで終わろうか。気になるね。次回お楽しみに。お楽しみに。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうなっちゃうの？マリアちゃん。